杉田水脈さんが女性はいくらでも嘘と発言という記事で炎上しました。杉田さんといえば前線で頑張っておられる印象がありますが、ニュースがフェイクなのか事実なのか、いろんな方の検証を確認しましたが、滝田真紀子さんの発言が個人的に納得できたのでご紹介します。2020年10月5日月曜日の虎ノ門ニュースより。ただ杉田さんにあえて苦言を呈すとすればね、間違った発言をしていないのだから、私も杉田さんの言ってることは間違ってないと思いますよ。女性、ただ女性が嘘をつくじゃなくて男性も嘘をつきますから。ええ、もちろんそうですね。あはは、そう。それで森さんのね、神の国発言じゃないけどね、神々って言ってればよかったってみんな言ってるような話であってね、でもその文脈としては杉田さん、私間違ってなかったと思います。なので最初からちゃんと表に出てもちろんやるべきだったと思うんですけど、メディアの一部切り取りが激しいのでブログでやらざるを得なかったという事情はあると思うんですね。とはいえやっぱり自信を持ってこういう趣旨で言いましたとテレビの前でも言っとくべきでした。後から認めて謝罪ってのはね。そうなんですよ、それって一番悪いので、テレビでねやって、私は仮に5分か10分ぐらいぶら下がりやって説明したりするじゃないですか。テレビが一部切り取りしかしなかったとしたら、今この時代なんで一部切り取ったってみんなどうせ言うんですよ。なのでそれをやった上でブログでやるべきだったと思う。なのでやっぱり言ってはなかったっていうのは、やっぱりちょっとそこは対応が間違ってたと思うし、間違ってないことを言ったの、ああいえ間違ってなかったのだから、もっと堂々とするべきだったと思いますよ。そうですね、そこはあえて杉田さん、私は仲良しなのでまあ言わせていただきますけど、やること、今までいい活動をやってきたんですよ。他の人たちがやらない慰安婦にしても課金品にしてもね、それだけにもう左翼からロックオンされちゃってね、大変だっていうとこがあるんですけど、とのことです。仲良しとのことで実績を認めつつも対応については苦言を述べられておられました。杉田さんが国のために頑張っていることは伝わってきていると思います。ただスクープを取ったらメディアから懸賞金が出てるんじゃないかって思えるほどターゲットにされているように思います。メディアが狙いを定めたら政治生命を止めれるという相手側の成功体験をこれ以上増やさないためにも、変な失点が増えないように願います。武田さん、いかがですか？まずなんかフラワーデモが起きたということですね。みんな花を持って、今ほらコロナで花が売れなくて大変業界苦労してるみたいだから、よかったんじゃないですかね、花が売れてね。まずこれが一つと、ははは、重要だね、それは。あとこれ自民党の中での会議ですよね。これ党じゃなかったかな？党ですよね。確か党で壁耳してたんですよ、記者が。だから結局その国会の公式な場の議論ではなく自民党内の議論ですから。そうですね、記事にも党会合での。そうですよね。だからやっぱりね、国会とかでの公式な発言と身内の会議ってやっぱりちょっと次元が違うんですよ。だからそこは、例えばなんていうのかな、国会で答弁するときなんかは、もしくは質問したりするときは、やっぱ言葉に気をつけて、なんていうのかな、気をつけながら話さないといけないと思うんですけど、身内の議論の場合は多少ちょっと武装解除してちょっと言葉が暴力になったとしても議論するって、それはあっていいと思うんですよね。身内の議論で上げ足取られないように喋ってたら、もう何かと、なんていうのかな、時間もかかるし、いちいち釈明しながら、こういう意味じゃない、こういう意味じゃないんですけども、あえて言えばみたいな感じで前置きしないといけないじゃないですか。少なくとも自民党本部が防音装置がつくまでは壁耳で抜かれるわけですから、切り取られても大丈夫な発言をしないといけないわけですから、とのことです。わー親でも自民党内に裏切り者がいるといった発言があったような覚えがあります。党内の会話でも警戒しないといけないというのは杉田さんの苦労たるや相当なものだと思います。ただ一度ニュースになってしまえば見出ししか見ない人もいます。身内の発言だろうと国会の発言だろうと、ほとんど同列となってしまいます。女性は嘘をつく
って言葉自体は実際に言ったみたいですが、身内相手でしたら個人の言葉として気軽に言える程度の言葉の印象です。この程度でもお口にチャックしないといけないのは大きなストレスだと思います。杉田水脈さん、それでも頑張ってるあなたを応援します。健康くんは杉田水脈信者でもあるからね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。